これでしばらくはお兄様たちとは別行動ですね。すみませんね、どうしても人手が足りず。東京周辺における遊撃と情報収集、なかなか厳しい任務になってしまうかと思いますが、琉球三宝島の皆さんは優秀なのできっと大丈夫だと信じています。お気遣いありがとうございます、副司令。わらわのカラスを1羽お主らにつけておく。何かあればこの子を通じて知らせてくれ。わかりました、小ガラス丸さんもどうも。はい、お兄様こそお気をつけて。水地はお兄様に何か含むところがありそうなので。それから訓練中の剣バカさんたちにもことづてをよろしくお願いします。私が留守の間お兄様に手を出さないようにと。ナーキー、話まだ終わらないね。はーい、ただいま。名残惜しいですが姉様たちが待ちかねているので。では行ってきますね、お兄様。いやはや、まったくえらい目に遭いましたわい。誤惑の木、回復は済んだようだね。ただでさえ御剣使いどもと戦っていたというのに、その挙句よもやあれほど巨大な力で殺されるとは思いもよりませんでしたな。へえ、それは大変だったね。そんなことより次のお願いがあるんだけど。何ですかな。君が木っ端みじんに吹っ飛んだあの日以来、雨の幅切りが見つからないんだよ。いくつか目星は教えるから彼女を探し出してきて。まさか今の段階で真剣と戦うおつもりですかな。さあ、我ら彼岸御将、今は御身に仕える身、その御身に死なれるようでは困るわけですが。知らないよそんなこと。また丸飲みにされたくないなら言うことは聞いてね。別に私は彼岸御将が彼岸四将になってもいいんだよ。わかりました、わかりましたとも。行けばいいんでしょう、行けば。まったく、間がつき使いがあまりにも荒いお方だ。で、見つけた後はどうすれば。お楽しみは最後にとっておきたいしね。計画を邪魔しそうになったら足止めしておいて。直接戦うつもりがないなら初めからそう言ってくださればいいものを。たちの悪い。いや、ほら、それはその時の気分だから。今は計画通りに楽しくやろうかなって思ってるけど。はあ、なぜ敵の動きよりも総大将の気まぐれにわしがびくつかねばならんのか、気が重くなる。さて、陸道に頼んでおいた調整も終わった。煉獄の作戦と実験も無事成功。あとはもう舞台を整えて幕を開くだけ。